さてと。じゃないか。開けるぞ。な、開けよう。自動販売機に売ってるジュース、なんであんなに種類があるんだ。確かにすげえ種類あるよな。俺は何種類飲んだことあるっけな。認知の変化をしてほしい？わかった。あ、ここだ。まあ見てて。僕、勉強してきたんだ。メメントスに流れる認知にはね、人間でいう壺みたいなのがあって、それをこいつで、よし、これで変化できたと思う。本当だよ、自分の目で見てきてくれた方がいいかな。あるじゃないか。
しいモデルガン欲しいな。銃ってなんかテンション上がるよな。男ってのはいつまでもおもちゃに心ときめかすもんだよな。ジョーカん？これは。シャドウがいる。注意しろ。ジョーカー、宝箱だ。開けるぞ。俺のこの服、結構汗かくんだよな。ガルン、ちゃんと毎日風呂入ってるか？このシャドウの気配、気をつけろ、強敵ばかりだぞ。地下鉄を車で移動するなんて普通じゃありえないよね。そういや電車とか来ねえよな。大丈夫だよな。おい、だから。今、何かのうなり声が。悪い、俺の腹の音。なあジョーカー、今度買い物付き合ってくんね。なに？男二人で買い物？怪しい。よし、一休みしようか。
宝箱だぜ。シャドウタフすぎるでしょ。平然と追ってくるしな。ちょっとしたホラーだぜ。ホームか。これでこのエリアは突破だな。我が輩の目力で多少暗くても楽ちんだぜ。目力で光らせてんのか。気合入ってんな、モナ。ん？これは。シャドウ発見したぜ。どうする、ジョーカー。見るたびに仕事と関係あるかなって考えちゃう。だよな。最近何見ても仕事考えちまうぜ。勉強するつもりがついついゲームやっちゃうんだよね。やめ時ないのってあるよな。俺は無心でやり込む派だぜ。んじゃ、ちょいと休憩といこうか。地下鉄の線路って音が響くんだね。あんま大きい音すると耳がバカになりそうだぜ。
たしてるから。感じる、お尻の感触を。行き着くとこまで行けば答えがあるかもな。いっぱい物が落ちてそうだな。できるだけ拾っていこうぜ。どこに来るとよ。あ、お兄さん、はあ、スカルみたいなのいるとちょっとは気が紛れるわ。ホーム発見。どうする、行くか。休憩と行こうか。もう降りちまうか。なんか授業中に視線を感じるんだよね。ドキッ。こいつらの気味悪さ、慣れないな。
慣れる必要なんてないさ。緊張感は重要だ。車内をいじるんじゃないぞ。ここってモナの中なのよね。いじりたくなる。さて、ちょっと休憩入れようぜ。散歩してるの？車は冷蔵庫ねえのかよ。あ、冷蔵庫ある車あるよね。確かにあったらいいのに。
前ら、学校って楽しい？そうだな。最近ちょっと変わってきたからな。宝箱発見。どんな奴でも俺様がぶっ飛ばしてやるぜ。考え方がスマートじゃないな。そういうの脳筋って言うんだろ。出るだろうが。宝箱あったぜ。運転するの意外にうまいよね。ジョーカー、実は運転したことある？一応我が輩も手伝ってるからな。他の車でこううまくいくと思うな。主食が甘いものだよな。太っても知らねえぞ。
この服って意外に動きやすいんだよな。私服では絶対着れないけどね。あったぜ。いい調子だな。今日はたっぷりお宝をいただくぞ。モナが調子いいとここの探索もはかどるね。お兄さん、よし、一休みしようか。ここはシャドウが多そうだ。不意をつかれるなよ。ジョーカー、よろしく。任せろ。パンサーの応援でスピードアップ。あれはレアモノだ。逃がすな。ここでペルソナだ。倒せなかったか。彼はもう一人の俺だ。誰かとどめよ。うわぁ、奪え。敵がダウンだ。ガードやるじゃないか。突っ始めるぞ。いいかやるぞ。新技引いたぜ。おっしゃ。よし、筆を洗うよりたやすい。シャドウだ。注意しろよ、ジョーカー。
よし、一休みしようか。人間を見てるといろいろ考えさせられるな。人間観察が趣味っていうやついるよな。モナみたいなこと考えてんのか。見てるけど、チャンネルのラーメン特集とかやってるとつい見入っちゃうんだよな。お兄さん、休みしようか。